これを自動的にスティッチングしてくれると撮影者が消えると。こんにちは、わっきです。リクオシータなどの360度カメラ。シャッター一つでぐるっと回り360度撮影できるんですけども、どうしても撮影者自身が映りたくないという方も多いのではないかと思います。特にね、仕事で使用するような場合っていうのはもう撮影者などはいらない、映ってはいけないというような状況もあると思うんですけれども、僕もそういった現場いろいろ体験してるんですけれども、そういう時にはセルフタイマーモードにしてシャッターを切ってトコトコっと移動して物陰に隠れて撮影が終わったらまた戻ってきてというような感じでね、いちいちめんどくさいんですよ。で、屋内ならば割と隠れるところあるんですけれども、外で撮影する時なんかっていうのはその隠れる場所がなかったりということもあるんですよね。そんな時にはね、同じ設定で表裏2枚撮影して後から合成するような手法を取るんですけれども、今回これを自動的に処理してくれる新しいプラグイン、タイムシフトシューティングが公開されましたので、早速インストールしてみました。プラグイン対応ということなんで、シータ V とシータ Z1、こちらで使用することができます。まず簡単に説明しておくとどういうことなのかっていうと、シータの場合は表裏レンズが2つついておりますよね。これをこのプラグインを使用しますと、シャッターボタン一度押すと、フロントカメラを撮影して、ちょっと時間を置いて、リアカメラを撮影する。で、その2枚を合成してくれるということなんで、その間にね、撮影者はぐるっと反対側に回り込んでしまうと、自分が消えるということなんですよね。では実際に先ほど試してきたものがありますので、その撮影している状況をご覧ください。シャッターボタンを押したら、まずは自分と反対側、フロントカメラを撮影して、その間にぐるーっと反対側に回り込んで、リアカメラを撮影。これを自動的にスティッチングしてくれると撮影者が消えるということですね。ということはですよ、これ逆の動きをすると、分身の術が使えるということですよね。こんな感じです。まずはフロントレンズ側でシャッターを切って、ぐるっと回り込んでリアカメラにも映り込む。これで表裏に自分が登場することができるということですね。まあ、動作的にはこんな感じなので、動画で見ると何をどうしたらどうなるっていうのがすぐにわかると思うんですけども、プラグインのページ2枚目の画像があるんですけどもね、これね、どうやってこの設定画面出すのかっていうのがわかんなかったんですけども、なんかいろいろいじってたら出てきたので、その設定の仕方をご紹介します。まずはプラグインをインストールしたシータを立ち上げます。そしたらね、スマホでこのシータに接続します。接続しましたらば、ライブビューではなくって、一つ画面を戻って設定を開きます。そしたらカメラ設定というものがございますので、それをクリックすると、プラグインというものが出てきます。これ今シータ Z1 なんでプラグイン3つあるんですけども、シータ V の場合はプラグインを、このタイムシフトシューティングのプラグインを1個だけ選択します。で、そのプラグインを起動します。ここでプラグイン起動中という画面をつっつきますと、この設定画面を開くことができるようになります。そしたらここでセルフタイマーの秒数などを変更できるようになるんですね。あとはこの撮影後表示というものがオンになってると、撮影した後にこの画面上にポストビューとしてどんなものが撮影されたのかっていうのがちらっと一瞬出てきます。ただ、スマホに転送はされないので、手動で転送してあげる必要はあります。撮影後の自動転送は対応していないということですね。この設定画面を出すのがね、ちょっとね、わかりづらかったんですよね。僕が便利に使えそうだなと思ったのは、いわゆるストリートビューのようなバーチャルツアーを作りたいとき、自分自身は映り込みたくないけれども、何枚も連続して撮影しなければいけない。そんな時大変重宝するプラグインではないかと思います。不動産とかで使ってる方にも便利なんじゃないですかね。仕事で使わないにしても、僕は分身の術ちょっとやってみましたけれども、なんか面白い作品とか作れそうな気がしますよね。ぜひ試してみてください。